富田康二11月8日台は、日本の外交官。中米公使、外務省北米局長を経て、2015年11月19日から、中イスラエル特命全権大使。2019年10月22日から、中韓国特命全権大使。2020年12月25日、中米特命全権大使への移動が発令された。福岡市生まれ、兵庫県出身。 1980年10月、東京大学法学部在学中に外務公務員採用上級試験に合格する。のりこ夫人は、作家、三島幸夫の長女で3頭の儀曲の演出家。中間大使就任時には、韓国のマスコミが、極右作家の娘婿が、日本大使にと取り上げた。2019年、第28回、山本七平城を受賞。 https://www.saga-s.co.jp/.articles/.432305 カリキュラムバーイティーオブアンバサダー工事富田在イスラエル日本国大使館2017年3月25日閲覧富田工事著者プロフィール新潮社2017年3月25日閲覧 ロシア大使に、光月氏を起用ドイツ大使は、ヤギ氏、富田浩二氏。日本経済新聞、日経、ネット、2016年1月25日閲覧。英国大使に、長峰氏、韓国大使は、富田氏イコール政府が決定時事通信2019年10月15日8時48分、官報第414号10号ジ,ジャパン、A タイムオブトランジション。 H.E. 工事と見た、ジャパンズアンバサダーツーザ・ユナイテッド・ステーツ、ディプロマティック・コネクションズ・ハット、三島由紀夫近現代、ケーズ・ワールド。近現代、ケーズ・ワールド。2017年3月25日閲覧。葬儀では山田が同期を代表して、長寿を読んでいる。イラク情勢、棺の上に、ゆかりの品、涙が止まらない外務省同期生ら。朝日新聞。 2014年3月26日閲覧。ありがとうございます。